さあさあ、今回もプロ野球選手解説、やっていくよ。5回目の今回は、昨年の2019年まで現役だった選手となるよ。その選手は、ヤクルトスワローズに所属していた、立山翔平選手だよ。ここまで、ヤクルトに関係してる選手が動画の割合を占めてるけど、特に気にしてないからじゃんじゃんコメントよろしくね。それじゃあ、早速解説始めていくよ。立山翔平、1981年3月17日生まれ。神奈川県出身の元プロ野球選手だよ。芸能事務所のベンヌに所属。現在は東北楽天ゴールデンイーグルスで、二軍投手コーチを務めているよ。小学生の頃、当時同級生であった、三橋直樹に誘われたことをきっかけに野球を始めるよ。高校時代は日大藤沢校に在学し、横浜校の松坂大輔とたびたび投げ合いを演じたよ。1997年秋の神奈川県大会決勝では、横浜高校相手に先発するも0対9で敗退。関東大会決勝で再び横浜高校と対戦し、延長10回、0対1で敗退するよ。1998年、春の選抜に出場、準決勝で、元ロッテの久保康友のいた関第一高と対戦し、6回から3回無失点の好リリーフを見せるも、3対5で敗戦するよ。同年春の関東大会決勝で、三度横浜校の松坂と投げ合い、延長13回159超えの完投も、0対1で敗戦投手となったよ。そして夏の西神奈川大会はベスト4止まりで、夏の甲子園出場は叶わなかったよ。その後、東都の日大に進学。リーグ戦通算36試合に登板し、8勝6敗、防御率 2.24 の成績を残したよ。同期には、元横浜の村田修一と堤内武氏、元ソフトバンクの大野高晴がいるよ。2001年の3年時には、春季リーグ戦でエースとして活躍し、チーム17期ぶりの優勝に貢献。日本代表にも選ばれ、ワールドカップに出場するよ。そして2002年にドラフト3巡目で、ヤクルトに指名され入団するよ。2003年7月に初めて1軍に昇格すると、7月20日に7点差負けの9回に初登板。先発陣が手薄だったこともあり、8月から先発ローテーションに定着。以降9度先発して0勝3敗と、好投を続けたものの、勝ち星に恵まれなかったよ。2004年のキャンプ中に右肘の靭帯を断裂。3月にトミー・ジョン手術を受け、以降リハビリのため、2軍のマウンドにも立てずにシーズンを終了するよ。2005年4月に1軍復帰すると、4月27日にプロ初勝利を挙げる。7月30日、甲子園での阪神戦で完封勝利。また、1年間ローテーションを守り、10勝を挙げるよ。しかし、右手薬指と小指の感覚が鈍いという理由で、11月に右肘の再手術を受けたよ。2006年は、手術の影響から開幕に間に合わず、5月の1軍復帰後に5度先発登板するものの、計23失点で1勝3敗と、結果を残せなかった。しかし、中継ぎ転向後は徐々に安定感を取り戻し、6月27日にはプロ入り初セーブを記録。9月には抑えも任される。最終的には自己最多の44試合に登板するよ。2007年、開幕当初は中継ぎとして好投し、5月からは先発、7月末から抑えとたびたび配置転換が行われた。しかし、先発で好投しても援護に恵まれず、また抑え転向後は救援失敗も多く、最終的に防御率 3.17 でありながら12敗を喫したよ。7月から翌年4月にかけて自身も9連敗を記録。ただ、一度も2軍に降格することなく、シーズンを通して1軍の戦力として貢献したよ。オフの契約公開では、母方の祖父が作成した、球団公式ホームページやスポーツ新聞の記事をパソコンで打ち直し、細かい試合経過や意見が添えられた、ルーズリーフ約200ページに及ぶ2007年、立山翔平データ、を持参し、3時間半に及ぶ交渉を行ったよ。その結果、球団取締役から、前例がなく評価が難しかったが、数字には現れない部分が多かったと評価され、当初の提示額より300万多い、1600万アップとなったよ。2008年には、シーズンを通して先発ローテーション入りを果たす。開幕直後こそ出遅れたが最終的に12勝を挙げ、自身初のタイトルである最優秀勝率投手を獲得し、防御率も 2.99 を記録するよ。また、オールスターゲームにも初出場。オフの契約公開では年俸1億円の3年契約を結んだよ。2009年に、千葉県立山市のスポーツ大使に就任。立山市が同じ名前であることにちなんで、立山にオファーを出し、それを快諾したものだよ。2009年1月24日に任命式があり、翌25日には、立山若潮マラソンのスターターを務め、10キロの部に飛び入り参加しているよ。4月28日の中日戦で、4年ぶりの無四球完投勝利。
5月28日のオリックス戦で、2008年8月から続く連勝を12に伸ばし、57から58年の金田による球団記録を51年ぶりに更新、記録は14まで伸ばしたものの、6月26日の読売ジャイアンツ戦で7失点を喫し記録は止まったよ。7月22日の阪神戦で4年ぶりの完封勝利。昨年に続けて2度目のオールスターに出場した。後半戦は8月に豆を潰して一度登録抹消となったが、それ以外は年間通してローテーションを守り、10月20日の阪神戦で完封勝利し16勝目を挙げ、中日の吉見と共にセリーグ最多勝のタイトルを初受賞。チームが借金1でシーズンを終えた中、立山1人で貯金10を稼ぎ、ヤクルト球団初の CS 出場に貢献したよ。2010年は故障の影響から、1年ローテーションを守ることができなかったものの、中盤以降は安定した投球を披露。最後の登板となった広島戦で完封勝利を果たすと、同時に規定投球回にも到達したよ。最終的に12勝を挙げ、リーグ最多の4完封2無四球試合、防御率は 2.93 とシリーグ3位を記録する。また阪神、中日、広島から各3勝ずつを挙げたよ。2011年は、ヤクルトの右腕エースとして躍動。防御率は自己最高となる 2.04 を記録し、完投、完封もリーグトップを記録。投球内容ではキャリアハイを記録した。しかし、援護が少ないことや血行障害を発病するなど好成績の裏側で苦しんだ投球が続いたよ。そして契約更改では新たに、年俸1億9000万円の4年契約を結ぶよ。2012年もエースとしてチームを支え、チームトップとなる防御率 2.25、12勝の好成績を記録。さらに3、4月と9月の月間 MVP を選ばれるよ。また、シーズン2度の投手月間 MVP 受賞は、球団では1995年4月、9月のセリーグロス以来17年ぶりだったよ。2013年は3月29日の開幕戦に先発、5回3失点という内容であった。続く4月5日、横浜戦に先発したが、4回途中で右肘に違和感を覚えて降板。翌日病院で検査を受けたところ、右肘靭帯の再断裂が確認されたために、再手術を受けることを4月7日の記者会見で明らかにし、4月12日に2度目のトミージョン手術を受けたことを球団が発表したよ。このため、シーズンを全て棒に振ってしまった。また、6月にハコンオフの予定だった股関節の関節芯損傷の修復手術を前倒しで受けたよ。契約更改では、4年契約の2年目を経過したことで、契約の見直しが行われ、契約上の上限の2000万を超える、4000万の減俸を自ら申し出、1億5000万円で契約更改を終えたよ。2014年は復帰して1軍キャンプスタート。初日から順調な仕上がりを見せていた矢先、2月25日のロッテとの練習試合で12球で緊急降板。その後2軍で調整を行っていたが、4月5日のイースタンでの巨人戦に登板した際も1球で緊急降板し、検査の結果、4月10日に右肘外側滑膜ひだ切除手術を行うことになったよ。そして右肘の滑膜ひだを切除したが、この時同時に、右肘の内側側幅靭帯再建と、右前腕の腹筋腱縫合手術も受けた。その結果実戦復帰まで約1年かかる見通しと診断されたよ。2015年の6月28日の巨人戦で復帰登板を果たすと、7月11日の横浜戦で、1019日ぶりの勝利投手となる、制球が戻らずフォアボールを連発する場面も見られたが、徐々に安定感を取り戻し、3ヶ月で6勝を挙げる活躍を見せ、14年ぶりのリーグ優勝に貢献したよ。また、この年の日本シリーズでは第4戦に先発した。その功績として、セントラルリーグからは、2012年の大竹以来となるカムバック賞も受賞しているよ。打撃面でも、2010年以来のホームランを記録したよ。2018年の8月22日に出場登録され、同日の広島戦に登板するも、3回に鈴木誠也の打球を右腕に受け降板。その翌日に登録抹消されたよ。2019年には、6月に先発投手として1軍公式戦1試合へ登板しただけで、レギュラーシーズン終盤の9月13日に、現役引退を発表した。この発表を受けて、球団は、レギュラーシーズンの、本拠地最終戦を立山の引退試合として開催。立山は、打者1人だけの対戦を条件に先発で登板すると、中日の大島を4球でゴロに打ち取ったことによって、現役生活を締めくくったよ。そして2019年10月14日に、東北楽天ゴールデンイーグルスの2軍投手コーチへ就任することが発表されたよ。
さあ、今回はここまでかな。立山選手は、怪我が多いイメージのある選手だったけど、ウプ主がサイドスローの投手が好きだから注目はしてたよ。まあ、25っていう数字が好きだったのもあるんだけどね。今回、初めて投手の選手紹介だったんだけど、載せる数字が多くて文字が小さくなったかもしれないね。これは今後の課題となるかもね。一応、次回の選手の希望ももらっているので、そんなに感覚は開かないと思うよ。それじゃあ、今回はこの辺で、ご視聴、ありがとうございました。